中田翔さん26歳の成績が、桁違いすぎる W。26、143試合。263、30本、102打点、OPS、818。西川近藤のおかげでダイブしてるよな。一塁線なら OPS、800は欲しいよな。なんでこんな OPS 低いんや、地球選べんのか。打点だけ見れば一流。本塁打も結局一流とは言えない程度で終わりそうやな。ハムの育成力ならこんなもんやろ。2016高の中田の得点圏機会を筒賀に与えたら170打点いくと言われとったな。 23.4 くらいで慢心せずにストイックにやってたら一流になれたんやろな。札幌ドームでこんだけ打ってりゃ一流やろ。バンドでこの成績だと思ってみ。これでファースト戦で3億とかやろ。すごいな。動画を作成する活力になりますので、チャンネル登録していただけると震えます。